んにちは、とどみきチャンネルにようこそ。東堂輝明です。根本美希です。はい、長いこと民謡歌手をしておりますけれども、関係は師匠と弟子でございます。さようでございます。なんかね、ちょっとね、悪い弟子だけどね。はい、先生はね、福岡の生まれで、はい、私は福島の生まれで、ご縁があって弟子にしていただきました。そうです、ね、福福です福福コンビですね、はい。このコロナ禍ですね、長い生活の歌い手の生活の中で初めてなかなか会うことができませんでしたよね。本当本当。先生、生きてましたか？生きてましたよ。今日は元気でやりますよ。ねえ、うん、そうです。皆さんにも元気な姿を見ていただきたいですもんね。はい、そしてですね、いつもですね、たくさんの舞台を本当に一緒に共にしてきた演奏陣の皆さんも同じなんです。はい、ではまず紹介しましょうかね、はい、メンバーをね。三味線、上原淳之介さん。はい。じゃあ、よろしく。ね、もう一人方、三味線です。藤本松福さんです。はい、お願いします。はい。そして尺八が米谷武正さんです。はいはい、よろしくどうぞ。そして鳴り物が南駒和美さんです。はい、和美ちゃんどうぞ。和美ちゃん、えらい、ちゃんとよろしく。マスクしてるよ。えらいえらい。いや、私たちね、ちゃんとね、コロナのね、感染をね、予防するためにちゃんと拡大しないように、見えますか、ここのビニールとかね、全部して、みんなで抗原検査をして全員陰性ということで集まっております。はい、さあ、じゃあですね、仕事もなくてなんか先が見えなくてちょっと不安だったんですけど、ちょっとみんなで集まってあることやってみようかということでちょっと集まりました。お題はですね、民謡聖火リレーどうです？いいね、いい、賛同してくれんの、みんな頑張ろう。おいよいよ待ちに待った日がやってきました。東堂先生しか前のオリンピックの記憶がない東京五輪の聖火を各都道府県でランナーがつないでいくでしょ。その聖火を民謡でつないで応援できたら面白いかなと思ったんですよ。まあ、自分のふるさとの、ね、民謡やね、うん、はい、行ったことのない土地の歌を聞くのも皆さんいいんじゃないかなと思ったり、うん、そうですね。まあ、今ね、気軽に旅もできないじゃないですか、ね、緊急事態宣言とか出たりとか、ちょっとこう、ね、自粛してくださいとか言われて、まあ、それで私たちっていうのは、まあ、いろんなところお仕事をお邪魔しまして、まあ、他の人よりはそういう土地の情報ってよく持ってるじゃないですか。ちょっとあそこ行ったらあれ食べた方がいいよとか、あそこは見た方がいいよとかっていうのもあるじゃないですか。そうそう、全国各地回ってるから ね、うん、結構来ましたよね。大体先生なんか全部行ったでしょ。全部行きました。あ、そう、もうちっちゃい島々まで。先生、島々まで行きました。そう、どこ行きました、どこの島。島々、沖の島。ああ、ね、大体沖の島すごい。それから利尻島。ああ、北海道というかね。ああ、それから四国のあたりのずっと島々がね、たくさんあるんだけど、瀬戸内の島々とかね、随分行きましたよ。ああ、じゃあもうそういうところの民謡をみんなでですね、つな、うん、いでいけたらなと思います。いいね、はい。ね、まあまあ、うん、私たちまた開店休業状態だったので、うんうん、急にみんなでこう47都道府県の歌を歌えと言われると、ちょっとね、リハビリみたいな、うん、でもそれでね、皆さんが元気になってくれればね、うん、そうですね、うん、私たちも元気になっていけたらなと思います。はい、ではちょっと心配だけど頑張りますね。はい、頑張りましょう。チーム久留米錦式です。久留米錦、はい、いいでしょうか。久留米錦式、ね、先生の名前を取ってね、はい、じゃあではオープニングは東京五輪音頭の2020でお送りいたします。はい、どうぞ。